スパヒ級駆逐艦はフランス海軍が第一次世界大戦前に収益させた駆逐艦の艦級である。本級はフランス海軍が自国の通商保護のために建造したクラスで1906年度計画で7隻が建造された。その設計は全級であるブランルバ級の改良型でボイラー数が増加したために外観上の違いは2本煙突から4本煙突となった。 第一次大戦中に、戦乱護衛にあたるスパヒ級駆逐艦、マムリュク。左側の巡洋艦は、シャトールノー。本級は艦減の低い平ら板型船体であった。切り立った艦首から、艦首甲板上に、上部構造物を設け、そこに一番6.5センチメートル速射砲を、単装砲艦で一機を配置、その背後に、即居技を乗せた露天の環境を基部として、 簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に4ホーム煙突が立つが、ボイラー配置が、間質分離配置を取っているために2番煙突と3番煙突の間が前後に大きく離されており、そこに45センチメートル魚雷発射管を、単装一機と連装一機の計算本を配置していた。顕著に離されていた。その周囲は、関西艇置き場となっており、 日本一組のボートダビットが片言一機ずつ計二機で運用された。原則甲板上に2から5番6 5トル速射砲を片言二機ずつ配置した。後部甲板上に上部構造物が設けられ、そこに6番6 5トル速射砲が後ろ向きに一機配置された。ありがとうございます。